続いては極上のビーフシチューが登場します。七五三当時5歳のお祝いを、されたあの息子さんがもう40歳過ぎてお子様もいらして、まあ、3代揃ってご利用いただいたりとかされてるお客様もいらっしゃいます。町で人気の洋食店、富士市水戸島にあるラ・メゾン。1985年創業、36年続くフレンチベースの洋食が味わえるお店です。一番人気は柔らかビーフシチュー。最初 の、 あの煮込んでいくあのソースベース、ミルパワーと申しまして、香味野菜ですね、玉ねぎとか人参、セロリなどと、あと子牛のガラ、鶏ガラなどをまあ一緒に煮込んでいって、まあ、大体正味5日間ぐらいソースが仕上がるまでにはかかります。はい、ビーフシチューは煮込んだ牛肉にワインとデミソースを加えて仕上げていきます。アルコールを飛ばしたら出来上がりです。まあ、甘いとは思います。あの、まあ、野菜の甘みとかがソースにかなり出てますんで、はい、お肉はほろほろとほどける柔らかさ、じっくり煮込んだデミソースのコクが際立ちます。そんなビーフシチューと人気を二分するのがハンバーグ。牛と豚の あの合いびき肉なんですけども、7対3ぐらいの割、牛肉が7割ぐらい、豚肉が3割ぐらい、ビーフシチューで仕込んだそのソースとトマトソースを合わせて、でちょっと炊いて、で最後に仕上げにあのバター落としてもんでして、割と口当たりがいい。トマトが入ってるからといってあの酸味があるっていうわけじゃないんで、昔ながらのジューシーな食感、トマトソースを加えたデミソースは深みのある味わいです。シェフのおまかせランチはフレンチテイストのメニュー、ホタテ貝のプロバンス風が評判です。ホタテの貝柱を、まあ、塩コショウして、あのオリーブオイルで焼き上げて、焼き上がった時にバルサミコソースちょっとアクセントつけて、最後にあのガーリックとパン粉を使った焦がしバターをトッピングしますんで、ちょっとカリカリしたような感じが口の中にも残って、でまあホタテ貝の貝柱の甘みと、でまああとソース、トマトとかバジルの風味があの口の中に広がっていくというような感じじゃなかろうかなと思いますけど、いろいろな食感や焦がしバターの風味がホタテの味を引き立てます。こちらは季節限定メニュー、牡蠣のクリームパスタ。蒸したミルキーな牡蠣にクリームベースのパスタが相性抜群です。お弁当スタイルでテイクアウトもできます。人気はハンバーグ弁当。心温まるとびきりの洋食が味わえるラ・メゾンです。